はい、皆さんこんにちは。今日は昨日発表しました画像から歌詞ができるというそういう GPTs、 これの応用的な使い方ということで新しい提案をさせていただきます。そしてですね、なんとなんと今日は GPTs が使える環境、いわゆるチャット GPT プラス、加入していないと使えない GPTs ですが、コパイロットを使って無料ででもできるプロンプトテンプレートというのを作りましたので、それも合わせて最後にご紹介しますので、僕は GPTs が使えないんだという方も諦めないで最後まで見ていってください。それでは実践に入りましょう。これは昨日発表した出来たてほやほやの GPTs で、スノー AI なんと画像で歌詞作成というような、そんなタイトルをつけています。思い出の写真って皆さんいろいろありますよね。例えば写真が手元にパッとなかったので AI に書かせたんですけれども、まあこんな昔の友達と久しぶりにゴルフをした写真とかですね、これは孫と一緒にお祭りに行って金魚すくいをした写真、孫が小学校で運動会に出て一等が取れたというような写真、いろいろ思い出って考えたら写真という媒体の中にあります。それを簡単に歌詞にして曲にしよう。それが今回の GPTs です。それではどんな風に使うか、昨日も静止画像というのは出していますけれども、いろいろ応用もしながらやっていきましょう。通常はスノー AI 歌詞を日本語で手伝って画像版、これを押していただいたらいいんですけれども、もうチャット GPT とかに慣れてる方はここに直接入れていただいてもいいです。例えば先ほどの運動会の写真をドラッグ&ドロップしましょう。このようにしまして、タイトルは孫の運動会、これぐらいしか思いつかない、もしくはなかなか歌詞なんて作ったこともないしというような方はもうこれぐらいで OK です。もちろんタイトルもつけないという方法もあるんですが、このようにしてですね、そしてあとは全部お任せ、こんな感じにしていただきましょう。そしてプロンプトを送ります。はい、このようにしてですね、今写真を GPT が分析しています。一応確認のメニューが出てきます。まあここでももう一度お任せしますというふうにしましょう。歌手の性別とか聞いてきますので、ここで男性としておきましょう。男性ボーカルということですね。じゃあこれで送ってみましょう。最近チャット GPT プラスというか GPT-4 というかがものすごく混んでるんでしょうね。案外出てくるのに時間がかかったりしています。ちょっと途中はショートカットもさせていただきます。提案する歌詞のイメージは子どもたちの清らかな笑顔と競争の緊張感、家族の温かい支えを感じられる内容にしますということで、ジャンルや BPM、キースケール、コーラス数などは私の方で、いわゆる GPT の方で設定して案内しますということを言ってきてます。ここで OK としましょう。画像からのインスピレーションをもとに家族の絆と子どもたちの躍動感あふれる運動会の情景を描きますということで、感動的なポップバラードにしてくれる BPM は88とちょっとゆっくりめですね。ちゃんと僕の要望を取り込んでくれています。青空高く風舞うテープ、小さな肩に張る緊張感、勝つも負けるもこの場所には何よりも笑顔輝いている。いい歌詞ですね。 GPT 君素晴らしいですね。はい、その AI ではスタイルオブミュージックということで、どんなスタイルの音楽を作るのかというのを英語で与えるといいとなっていますので、今画面の中央ぐらいにありますよね。エモーショナルなポップバラード、アコースティックギター、ピアノ、ストリングス、これらを使ってしてください。
そういうようなスタイルオブミュージックができています。そしてですね、なんとなんとこの GPTs は歌詞を作った後、ひらがなに自動的に直してくれる機能があります。なぜひらがなにするんでしょうか。その AI のことをあまり知らない方はこの理由が分かりにくいでしょうが、歌詞の漢字を読み間違いする、特に日本語の歌詞というのはですね、いろんな漢字の読み方がありますよね。それを間違うことがあるので、ひらがなの歌詞ででも作らせてみるのはとってもいいアイデアなんです。だからこのようにひらがなで自動的に変換するように開発しています。どうぞこの歌詞をその AI の作曲インスピレーションにしていただければと思います。もしご要望があればお気軽にお知らせくださいということで、こういう感じでできるわけです。今度は先ほどのゴルフの写真、これを入れてみたらどんな風になるかやってみましょう。はい、今ゴルフの写真をドラッグ&ドロップしました。はい、タイトル給油とゴルフで乾杯というタイトルにしてほしいということだけ言います。その他お任せということで送ります。画像を認識できるってとってもいいですよね。その技術を応用した、そういう GPTs だと思ってください。ここに繰り返しと韻踏みは中程度のレベル3で進めさせていただきますというふうになっています。これ音楽をあまり知らない人はどういうことかと思います。韻踏みというのは、例えば1番の歌詞で出てきた言葉、そういうのをもう一度2の歌詞ででも同じような言葉が出てきて強調するというか、歌詞に印象付ける、そういう歌詞を作るためのテクニックというのがあります。あとは同じ言葉を連呼するとかですね、そういうことが設定できるように、今回のこの歌詞開発でオプションとして追加開発をしました。ですから今まで公開していた通常の歌詞ビルダというようなソフトなどにも、この繰り返しや韻を踏むという機能もつけていますので、そこらも念頭に置いてですね、作られることをチャレンジしてみてください。今中程度のレベル3となっていますが、あえて4にしましょう。韻踏みは4としますというふうにしました。おお、今度はジャズを作ってきましたね。ちゃんと写真を見てシーンを考えて、そしてジャンルまで考えてくれるということです。青い空広がるフェアウェイ、時を超えてかわす笑い声、石田ごとに深まる絆、思い出重ねるグリーンの上、いいですね。調整が必要な時はお願いもできます。例えばゴルフで乾杯という言葉がありますよね。これをもう少し連呼してほしい、こういう時は連呼という言葉を使ったりして修正依頼をしてみてください。ゴルフで乾杯というキーワードをもう少し連呼して作り直したい、このように言います。さてどんな風に変わるでしょうか。ゴルフで乾杯出てきましたね。おー、コーラスでゴルフで乾杯使ってきました。3回も出てきました。乾杯という言葉を意識して作りましたね。歌詞っていうのはこのように作った方が音楽が生きてきたりします。ではせっかく作ってくれたこの歌詞で一度その AI で作ってみましょう。ジャズということでしたので、どんなジャズができるか楽しみですね。この1番の歌詞を選択しましてコピーをします。そしてその AI の方に来ます。歌詞のエリアに貼り付けをします。この時1番上はカスタムモードにしておくと良いでしょう。そうしましてスタイルオブミュージック、これも切り替えましょう。これをコピーします。はい、
貼り付け直します。そしてここタイトルですので、タイトルも持ってきましょう。給油とゴルフで乾杯。はい、スムースジャズということですので、完成が待ち遠しいですね。クリエイトボタンを押します。はい、出来上がりました。ちょっと聞いてみましょう。絆は深まり、思い出は緑の上に静かに響く。歓声とともに乾杯を、乾杯を。はい、こんな感じにできる一例。あまりメロディーは僕は好まなかったですけれども、まあもう一個作った運動会の方もやってみましょう。同じように一番の歌詞をコピーします。そして貼り付けをします。今度はスタイルオブミュージックを引っ張ってきます。エモーショナルなポップバラードということです。タイトル、孫の運動会。はい、こんな感じで作ってみましょう。今度はポップバラードです。はい、できました。ちょっと聞いてみましょう。青空高く風舞うテープ、小さな肩に春緊張感、変わつも負けるもこの場所には何よりも笑顔輝いてる。かける君の背中には未来への大きな夢、応援する声援は愛情の証、今日だけは英雄だよ、さごよ全力を尽くせ。はい、こんな感じにできました。ではですね、お待たせしました。チャット GPT に有料課金していない人、そんな人でも使える、それってどんな風にするのかなというのをお見せしたいと思います。今回概要欄の方に僕のホームページを貼っておきます。そこに行ってください。はい、そのページはこのような画面に飛ぶと思います。スノ AI 研究所ということになっています。そしてそこにですね、スノ AI 歌詞ソフト、このメニューがありますので、上の方でクリックしてください。このようにですね、上の方には GPTs のいろいろが出ています。ちょっと下の方に下がっていただきまして、 Suno AI 歌詞作成 GPT テンプレート、 Bing コパイロットでも使えますというような、こんな画面のところに来てください。そしてここに処理概要
というところから長い文章があります。これがプロンプトになります。これをコピーしてください。下のところまで反転させてコピーを選択します。そうしましてコパイロットを使いますのでブラウザーとしてはエッジブラウザー、これを使ってください。Mac の方もダウンロードすれば使えると思います。そしてこのコパイロットという画面が出るようにしてください。そしてこの下のところに貼り付けをします。はい、こんな感じに貼り付けしました。その中の先頭の方でですね、こういうようなところがあります。曲名とかジャンルとか、ここで曲名を入れます。今回は先ほどの中で金魚すくいの画像、これを使いますので、金魚すくい楽しいというふうにします。今回はちょっとこの中ででも全体概要に少し入れてみましょう。孫との楽しいお祭りを歌詞にしてこんな風に書いておきます。そしてここは冒頭に楽しいを入れましょう。はい、こんな感じにしておきます。そしてコパイロットは画像のアップロードにも対応しておりますので、金魚すくいの絵をドラッグ&ドロップします。はい、ここにアップロードしました。これができましたら、右の方の送信ボタンを押してください。はい、このように画像がアップされています。そして今、時間を待っています。回答をしだしました。はい、こんなような歌詞が出ました。今回はちょっと2番の歌詞をコピーしましょう。そうしまして、スタイルオブミュージックの方もコピーしましょう。タイトルは金魚すくいにしておきましょう。はい、これで作ってみましょう。はい、聞いてみます。たちも参加してるんだよ、この幸せな時間。泳ぐ金魚、きらめくシナモン、手を伸ばせば届きそう。その目は世界いつ美しい宝物、今宵も忘れられない。はい、このようにですね、チャット GPT プラスに入っていない人でも使っていただけるようにプロンプトのテンプレートも作りました。ですからどの方もこの機能を使って無料ででも画像から歌詞を作る、そしてその歌詞をスノ AI という無料のサイトで音楽作りを体験してもらうと。まあ実際ですね、いい曲を何度かチャレンジしながら作るとなった時は、月額8ドル程度の課金、まあ1000円前半ですね。それぐらいの課金をすれば、たくさんの曲を作る。そして訂正などをしたりということもできるんですが、まずは無料から使ってください。Google アカウントなどがあれば簡単にその AI は使えます。概要欄の方に必要なアドレスというのを
貼っておきますので、ぜひとも皆さんチャレンジしてみてください。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。